お疲れちゃんです。ラットです。今回は、ですね、こちらのデッキをまあ紹介するんですけど、まあ、こちらはですね、まあ、ゴレペッカで、まあ、見た感じ頭おかしいデッキなんですけど、これはですね、今、チャレンジできてる、僕これやってないんですけど、このトリプルエリクサーモード、とかエリクサーチャレンジが今ありましてですね、これスピードアップモードをクリアしてダブルエリクサーモードをクリアすると、まあ、このトリプルエリクサーができるんですけど、まあ、これのまあ、トークンだったりゴールド、これ結構報酬がいいと思うんで、こちらはまあ皆さんにぜひやっぱゲットしてほしいっていうので、まあ、こちらのトリプルエリクサーモード用のデッキをですね今日は紹介したいなと思います。ということでこれです。まあこれです。で、僕やってないんですよ。正直これやってないんですけど、これ僕の友達が教えてくれて、なんか友達トロフィー4000とかなんですよ。4200とかだったかなぐらいなんですけど、これでなんか12勝したみたいな、だからもう使ってみみたいな言われて、まあ僕はそのもうカードがほぼカンストしちゃってるんで、親衛隊以外だからトークも必要なくてやらないんですけど、っていうので、まあ今日はただのこのデッキを教えるだけの動画なんですけど、まあトリプルエリクサーチャレンジですね。よければこれ使ってみてほしいなと思います。で、ここのレイジの奥は、正直なんか何でもいいと思うんですよね。なんでレイジを、まあザップが使いやすい方はザップだったり、まあウッドだったりみたいな。ここはまあ、フリー枠的な感じかなと思いますね。で、まああとは、まあ、エリクサーが3倍なんで、まあできるだけ、エリクサーが溢れないようですね。溢れないように、まあ、8コストが なったらもうコストバンバン出していって、まあ、エリクサーの無駄をなくすように出していければ、結構、勝てるんじゃないかなと思います。ということで、もう今回はですね、まあ短いんですけど、これだけになります。ということで、終わります。では、バイバイ。